様こんにちは。首相辞任から一夜明けまして、テレビ報道など昨日は、大変な騒ぎになってましたね。昨日はひとまず、首相の辞任の報を受けて、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、今日はねお話ししたいのは昨日の、辞任会見ですけど、辞任の意向を示されたっていうことで、当然ながら今すぐ辞任されるわけではなくて、次の総裁が決まるまでは当然ながら、安倍さんがしばらくは、首相を務められると。そして、次の総裁選で誰かどなたかが選ばれて、まあ、初めてそこで首相が交代するということになるので、よく巷というかなんというか左翼的な人たちかな、そういう人たちの間でよく飛んでた、秋の、解散総選挙があるとかなんとかっていう、噂とかいうのはちょっとあんまり まだすぐにそれが行われることはまあおそらく、ないなくて、まずは9月に総裁選があって、まあ、それがあってから数ヶ月後くらいかなくらいに、まあ、もしかするとあるかもしれない、衆院解散選挙っていうのが、まあ、それかもうまだ任期、次の任期までないのかもしれないし、その辺は全然まだ読めない感じですね。世論の流れとかもあるんで、なので今立ちどころに何か解散総選挙が起こって、騒然となるっていう感じでもなさそうな感じだと思ってます。なので、私が今、主催させていただいてます、神戸たまみ組稲田代議士 の、ま、あの応援する会なんですけど、こちらの方も、10月4日の、発足式は予定通り今進めておりますので、そちらの方に、ご参加表明されていらっしゃる方、またご参加これからされたいなと思っていらっしゃる方は、このまま、安心いただいて、お申し込み、それから、楽しみにお待ちいただけたらと思っております。それよりもね、首相が次、交代されるということで、まあ、いろいろと次の候補者の名前が上がってますが、当然稲田代議士も次の有力候補のお一人でいらっしゃる。で、特に彼女の場合すごく愛国者でいらっしゃるっていうのはもう周知の事実であって、まあ、もちろん政治家ですし、自民党の中ではいろんな人間がいるので、まあ、その辺をうまく泳ぐ形で、いろんな顔、政策を見せられることもあるとは思いますけれども、彼女の信念というのは一つ筋がしっかりと通っていらっしゃるんで、そこはしっかりと見極めていただいて、ぜひ、皆さんにも、国体誤字、そして憲法改正、そういったものに向けて今後も、ぜひお力を、いただけたらと思っております。安倍さんが首相だった時にはもう コロナのあれでやめろとか、もう散々なんか責任取ってやめろみたいなことをみんなが散々もういじめ倒して、もういじめにいじめ倒してやめさせたような感じになってるんですけど、いやっていうかコロナのことを論じるんであれば習近平に言えよみたいな感じで本当に思いますね。中国共産党は、絶対日本に謝罪すべきだし、そして賠償金をちゃんと支払って、そして謝りなさい日本に、ちゃんと日本だけじゃないですよ、世界に、もう、まあ、とんでもないですよっていうか、日本人それ分かるよって感じです。なんで安倍さん叩いてるの意味わかんないんですけど、やめちゃったじゃないですか、本当にもうどうしてくれるんですか、憲法改正できませんよ本当に。もういつまでも占領憲法でどうするんですか、ちゃんと自立しましょうよ、もうとっくに自立してるっていうのも戦後
もう70年経って一体いつまでそのアメリカの占領下にあるつもり、甘んじるつもりですか、安倍さんだったんでアメリカよりも上を行けてただけで一時的に、それに中国だってそれ怖いか知れへんけど、アメリカだってめっちゃ怖いですよ。だって日本に原爆落とした国ですからね。何だってやりますよアメリカは、敵に回すと。それをうまく下に置いてね、彼が指導者になってアメリカを指導してたわけなんで、まあ、そんな人を、まあ、こともあるわに、みんなでコロナコロナって叩きまくってやめさせたって、ほんまにもうどうするんですか。怒りは習近平に言いなさいって本当に思いますね。まあ、このタイミングで、安倍さんが辞められたっていうのは、まあ、彼が辞めることによってこのコロナの、この本当に実体のないものに対する騒動っていうものを共に、自分が辞めることでもろともそれを封じるっていうような、まあ、そういう覚悟があられてのことかなと思ったりもいたします。自分の辞任とともにコロナも収束と、そういう身をもった形での幕引きを考えられたのかなと、まあ、それはそれで非常に、ね、潔い引き際で あられると思うし、まあ、いろんな意味で本当に賛辞を送りたいと思います。ちょっと私ごと的な感じなんですけど、今日ねこれを作りました。まがたま、これこの間、九州の八代神社さんから送っていただいたまがたまのお守りです。それをこの青の石と、そして赤の石と組み合わせて、これに白が入るとみほぎ玉っていうね、非常に霊力を持つものになるという、ちょっとした、おまじないみたいな感じで、じゃを払うような願をかけて作ってます。八代神社、雨の港主の神、宇宙創生の神なんで絶大な力を持っていらっしゃるんですね。送ってくださったタイガ様、本当にありがとうございます。いつもこうやって身につけておりますよ。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、非常に激動の時代でございますが、神と共にある日本人、頑張っていきましょう。はい、というわけで、私ともみ組も、まあ、今後も引き続き頑張っていきますし、もちろん南高研究会はね